はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こよいです。今回はですね、久々の語り動画をね、撮っていきたいと思います。で、今回何について語っていくかっていうことなんですけれども、今回ね、絵の具について語っていきたいと思います。はい、それはなんでかっていうと、生徒に絵の具の描写の仕方とかを教える時があったんだけど、その時に久々にね、アクリルガッシュ絵の具を使ったんですよ。受験あるあるのね、みんなが大体使うのアクリルガッシュ、ただのアクリルガッシュなんだけど、でそれを使って描写した時にすげえやりにくかったのね。で、うわ、こんなに使いづらい絵の具使ってたんだって俺その時すごい感じたので、今回ねちょっと語り動画ね撮っていこうと思います。で、まずはそのアクリルガッシュ絵の具と、アクリル絵の具の違い大まかに説明すると、絵の具っていうのは2つの、成分で大体できてます。1つ目が、顔料で、もう1つ目が定着剤みたいなやつ、はい、メディウムって呼ばれるものなのかな、この2種類で大体構成されるんだけれども、アクリルガッシュっていうのは、その顔料に加えてその定着剤メディウムと呼ばれるものが結構白濁しているのね、変な意味じゃなくてね、はい、で白濁しているので乾いた時に少し白っちゃけたような印象になるんだけれども、不透明度が基本的に高いので、マットな色調だったりとか、あとはこう均一な面を塗るのに得意だからポスターとかにすごい向いてるのね。イメージで言うと、次第の平面構成を皆さん思い浮かべてください。ああいう表現がすごい得意なのね。で、俺が最近つかよくライブで使ってたりとか動画で使ってるのはこのアムスっていう、アムステルダムのアクリル絵の具なんだけれども、何が違うかって言ったら、顔料は一緒なんだけど、その定着剤、メディウムが透明です。で、特に俺が使ってアムスの場合はメディウムの量がすごい多くて、ちょっと薄まったような状態の絵の具になってます。だちょっと安いしコスパ的にも、一番ね絵の具界の中でこのアムスのアクリル絵の具はマジで優秀、コスパマジで優秀、っていう絵の具です。はい、これね。で、そういう違いがありますと。で、その画材の違い、結構大事なんですよね。で、僕がね実際に受験で、どういうことやってたか、すごい反省だなっていう点が一つあって、それをね今回説明していきたいと思います。で、絵の具を使うといえば、大体平面構成なんだけれども、結論から言うと、俺は受験の1ヶ月前に絵の具全部変えてそれで受かるっていうね、荒技を成し遂げたわけなんですけれども、それをねちょっと具体的に説明していきたいと思います。で、それもなんでかっていうと、俺基本的に三浪します。三浪してて、一浪から始めたんだよね。現役の時あんまりやってなくて、で一浪と二浪と三浪の途中まではずっとこのね水彩の具を使ってました。水彩の具っていうのはこういうので、アクリル絵の具と一緒で定着剤が透明なんですよ。透明だけど、アクリル絵の具と何が違うかって言ったら、この定着剤、メディウムと呼ばれるものが、ずっと水に溶けやすいと。アクリルとかアクリルガッシュの場合は一回乾くともう水に溶けないんですけど、水彩の具の場合は一回乾いてももう一回水でこう濡らすとこう溶けちゃうっていうの性質があって、でそれがねなかなかねこうなんだろうなこう自由度がなかったんだよね。俺にとって平面構成に対してのね自由度がなかったんですよ。だからこうなかなかねこの水彩ってのは難しいなっていう感じだった。なんで俺が使ってたかっていうと、描写がすごいしやすかったのね、アクリルガッシュに比べると。こう透明だし、下の色も透けたりとかして、薄塗りでどんどん描いていったとしても、なんとなくね、最終的には結構うまくいくっていうのがあったりとか、あとは水に溶けるって言ったと思うんだけど、乾いても水に溶けるって言ったと思うんだけれども、その上からこう、絵の具をまた塗るときに、なんかこう、ムラになったときに、少しだけ水を使ってこう、馴染ませたりすると、綺麗にグラデーションが決まったりするんですよ。アクリルガッシュはそれ一切ないです。一切ない。水彩にしかないんだけど、これがねすごい描写のしやすさがあって、で俺は結構ね平面は描写推しで結構作ってたんで、かなり水彩の具はね使いやすかったんですけど、そうずーっとねもう三浪するじゃん。で最初の春とかは俺がトップで1なのよ。平面とかねデスタンとか立体とか全部1なんだけど、どんどん抜かれていくわけですよ。みんなセンス才能がいっぱいあるからね。だからそれで平面とかも一応上段だったんだけど、その上段の中でも一番下みたいな感じになってしまってたんですよ。夏とか秋とかになるともうそれ顕著。
それで俺もめちゃくちゃストレスだったし、でまあ平面結構苦手やったから、こう一番練習したんだよね。自主練とかめちゃくちゃして、人よりも何倍も何十倍もモチーフを描いたり構成の練習してみたりしてたんだけど、だけどこうね、なかなかこう結果が出ないというような感じだったんですよね、三郎で。でもこれはもう努力もしてるし、もうこれ画材のせいだと。で、もうアクリル画集に変えようと思って変えたんですけども、まあ夏ぐらいにね、一回変えようと思ってた時あったんだけど、でもね、いかんせん描写とかうまくいかないし、なんかあんまりこう自分の表現としてうまくいかない。やっぱその2年半ぐらい使ってる水彩が一番習得度も俺の中ではあるし、使い勝手がいて結局ね、使えなかったんですよ。で、もうね、入直になって逃げられないと。もう水彩でこれ以上やるの無理だと。まあなんでかっていうとね、工芸科の課題でもマットな色調を求められるようなね、試験課題増えていったんですよね。例えばすごい広い色面を均一な一色で塗ったのをしっかり用意しなさいとか、もう水彩無理ゲーじゃんみたいな課題がもうどんどん出だしたんですよ。まあ併用して使ってたんだけども、それもクソめんどくせえと。っていう風になって、でもうこれアクリルガッシュ使うしかねえってなった時に、ターナーのアクリルガッシュでずっとやってたからちょっとマジで無理だって思ってた時に、あ、ホルベインのアクリルガッシュあるじゃんって思って、そこでホルベインのアクリルガッシュとか使ってみて、まあ最終的にね、1ヶ月もう死ぬ気で自主練もしてね、それでまあ水彩の時以上の出来でまあ合格することができましたってのがあります。だからまあその経験からするに、こうね、こう画材を思い切って変えてみるってのはすごい大事だし、あとはいろんな画材をこういろいろチャレンジしてみるってことはすごい大事だと思いました。で、まあもちろんね、画材新しく買うってのはお金もかかるし、まあ親とね、ちょっと相談したりとか、自分のバイト代をもう出したりとかね、結構ね、身を削るような感じなんですけど、俺もそれでなかなか渋ってたの。画材を変えるということにね、アクリル絵の具はまあ水彩に比べるとお金かかるしねと思ってたんだけど、もう最後だし、もう すみませんお金くださいみたいな感じで、まあ、最後ね、思い切って画材とか変えて、まあうまくいきましたよっていう話がありました。で、戻るんだけど、まあ、このね、絵の具これ何がいいかって、どんだけ厚塗りしても、どんな下地になっても、こっからね、厚塗りで描写ができるっていうのがもうこれなのよ、俺の中で。そうで、それがどんだけいいかっていう話ね。だいたい受験の平面構成っていうのは、綺麗にね、このモチーフの周りをこう表現よけて塗ってとかです。その綺麗によけたその描写物をこう薄塗りでどんどん描いていくっていうような感じだと思うんだけど、ね、それだとね、表現の幅がマジできついってのがある。いちいちその何、モチーフの下書きを避けて塗るってマジでしんどいし、めんどくさいし、それが平面の中で一番嫌いだったのよ。だけど、でもこう自由にバーってこうさ、画面にバーってもう間違える好きに敷いて、その上から厚塗りで描くってマジで快感だと思わない？今俺がやってるような描き方、快感だと思わないですか？それを叶えてくれるのはこの絵の具なんですよ。案件でもなんでもないけどね。そう、アムスのアクリル絵の具を使えば誰だって厚塗りできるし、アクリルガッシュのほんと3分の1くらいの難易度で描けちゃう、描写ができちゃう、グラデーションめちゃくちゃ綺麗にいきやすい。で、さらにリターダーとかそういうの使えばもっとね、油絵みたいな表現もできるわけで、皆さんね、こう受験になった時に無意識にターナーのアクリルガッシュの具使ってない？これね、もう受験大体みんなこれを無意識に使ってるんで、大体画塾にもこれしかなかったりするところもあるんだけど、はい、これね、これで絵の具使って描写できないって人、思い切ってこれやってみ、もうね、世界変わると思う。みんなね、無意識に使いすぎ、受験みんな大体これ使ってるからこれじゃなくて、もう自分ルールでいいです。基本的に表現の世界なんてこれ使わなきゃいけないとか何しなきゃいけないとかないです。そういうのに縛られてるうちはもう表現できないと思ってもいいぐらい。はい。で、まあ、描写のね、このアムスの描写の仕方は、まあ、俺が、まあ、正味これを薄塗りで使うのはかなり厳しいところあるんだけど、厚塗りで、描写する分には全然いいし、アクリルガッシュの想定の厚塗りよりも全然楽にこれでいけます。どんな下地もこれだったら厚塗りで全然描けます。まあ、アムスじゃなくてもアクリル絵の具、リキテクスとかでも全然できると思う。だから、ぜひね、皆さん、こう、もう考えるのをやめるんではなくて、画材に対しても思考を働かして、こういう絵の具だったらどうかなって、そういうところのね、お金あんまり惜しまない方がいい。うん、
と俺は思います。俺はねちょっとね結構恵まれてる環境だったから、そういう画材代とかに関してはねかなりねこうまあ親も応援してくれたんでできた話ではあるんだけど、まあ誰もがね同じこう状況でもないし平等でもないし、こう受験ね、それでも平等に受験は来てしまうと、同じ難易度ね、個人個人で性格とかね違うし、まあ、タイプも違うんだけど、その同じ難易度同じ条件で試験ってのは訪れてしまうわけですよ。だからそれで一歩でもこう前に出るためにこうズルとかじゃないからね、いろんな絵の具使ってみたりとか、そういうのはかなりこう大事なことでもあるし、まあ特にお金ない人でそんなに絵の具の種類何個も買えねえよっていう人もいると思うんで、そしたらもうこれを使って厚み描写すれば基本的に平面は多分大丈夫だと思う、うん、ってぐらいだと思います。まあね筆もねこれがいいよっていうのは一応あるんだけど、作用の台使っとけ、もうこれだけ作用の台使っとけ、あとはコリンスキーの細いの使っとけば基本的に描ける、なんでも、はい、B3 ぐらいでしょ今。俺がやってた時は A2 だったからね。それより前は A2 の前は木炭紙板で平面化したんですよ。そう、だいぶね画面はちっちゃくなった分自由度も増しているし、まあね受験生のレベルもまあ大体上がってきてると思うし、表現の幅がね増えていくとやっぱりね厚塗りが有利だと思う。描写に関してもね、何に関しても、薄塗りはねこう丁寧に日本っぽい描写みたいなのできるんだけど、もうねすごいね厚塗りの熱意がね結構溢れてるんだけど、まあ、ぜひねいろいろハンディキャップを抱えている方もいると思いますが、僕もね残り1ヶ月ちょうどこの時期ちょっと過ぎぐらいでアクリルに全部変えて、それでその年に受かったから、まあ、相当努力はしたけど、ぜひね皆さんもね、まあ、この時期でちょっと時間ねと思うけど、この俺がいるぐらいだから今ねこう絵の具ちょっと博士になってもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひねアクリルガッシュで平面うまくいかねって人は思い切って絵の具変えてみるのもありだと思います。ということでね、今回の語り動画は以上になります。はい、ということでね、まあモチベアップとかにつながればいいかなと思います。はい、ということでね、受験まあ次第はもうすぐですし、まあ芸大はねまああともうちょっとありますけれども、ラストまでしっかり頑張っていってください。よかったらね、こういうそのモチベアップ動画みたいなのね、ちょっとね、受験直前なんでね、出していこうかなと思いますんで、よかったら高評価よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。頑張れよ。頑張ってると思うけど。